こんにちは、平山愛子です。今日は、私が妊娠性の予防のために使ってみた商品をご紹介したいなと思います。これ使ってみてよかったというものもあれば、いやこれじゃなくてもいいなと私が実際に感じたものもありましたので、お話ししていきたいなと思います。ぜひ最後までごゆっくりご覧ください。ということで、私が妊娠して一番初めに驚いたことについてなんですけれども、先輩のママさんからまず何をしなきゃいけないって言った時に、妊娠線のケアだけはしなさいってすごい言われたんです。お腹が大きくなってきたぐらいからこうケアするものかなと思ったら、お腹が大きくなってからでは遅いから、もう今からすぐにやりなさいって言われて、勧められるがままにまず購入をしたのがこの2つになります。これがね、クラナンスのストレッチマークボディクリーム 200ml で8250円、こちらがフレイオイル 125ml で2178円でした。クラランスはストレッチマークも妊娠性の予防に使えますよって書いてますし、フレオイルのところはね、妊婦さんの、マークが書かれていて、それ専用のマッサージオイルですって言えるような、商品となってました。まずこの2つを買ってみました。初めに届いたのがこっちかな、こんな感じなんですけど、正直こうやって見ていただいて分かると思うんですけど、そんなに伸びは良くない。妊娠前ってお腹が大きくなったお腹にしかできないのかなと思っていたら、実はバストとかお腹、お尻、太ももまでできちゃう方がねいらっしゃるそうなんですよね。そのリスクを回避するために、その辺全部をケアしないといけないとなると、コストパフォーマンスってそんなに良くないなというふうに感じました。さらに深掘りをしてね、調べてみました。これはね、成分についてです。クラナンスは海外のものだけあって、驚くほどアルコール入ってました。防腐剤も入っている。あと最近シャンプーで皆さん嫌だなって言われる方がちょっと増えてきたんですけれども、ラウレル硫酸ナトリウムって言って界面活性剤も入ってる。やっぱりこう妊娠していいものを使っていきたいなという私にとっては、ものすごく添加物も多いし、伸びもあんまり良くないし、コストパフォーマンスも良くないしというところに行き着いてしまいました。なのでこれは今現在はもう使ってません。そこでね、私言われるがままに買ってしまったなと思って、妊娠線についてとことん調べてみました。妊娠線ができる肌というのは、まずね乾燥してるお肌なんです。もう一つ硬いお肌なので、潤いがたっぷりで柔らかいお肌にはできにくいということになるじゃないですか。そうしてさえおけば妊娠線はできないんだなっていうところに行き着いたんですよね。そうなると本当にすいませんなんですけど、抜群に使い勝手良かったのこのトッコのピュアバリアローションです。もちろん潤いを与えてくれますというふうに言ってますし、どこまで行っても完全無添加で安心して使えたのもありますし、お風呂上がりでも朝でもポンプ式になってて、簡単にバーって伸ばしてチュ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 パッパッチュ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 ってやるのには、もう本当に使い勝手がやっぱり良かったです。 300ml で2980円、値段も安いですし、すごくいいものだったなっていうのをちょっと正直実感してしまったのが今回です。これですね、次にこれをね使って満足してるんですけれども、まあ、せっかく買ったんだからこれも使ってみようかなということで、今ねこれを併用してます。私ねオイルの美容には思うところがあって、オイルを顔につけたりとかすることはしないんです。日に当たるところにオイル成分が入っていると酸化するんですよね。酸化するものが肌の表面に乗ってるというのがどちらかというとちょっと疑問だから、オイルは使わないんですけれども、妊娠線が気になるところって光がねそんなに当たらない、紫外線も当たらないので、一応妊娠線のところに使ってみようかなということで、今はこのピュアバリアローションをこうやって塗って、でその上にこのオイルを私は重ねてます。そうすると何がいいって、この辺までいくの。つまりバストからお腹からお尻から太ももからっていうのにものすごく伸びがいいです。併用するのもすごくいいと思います。でこれがいいのは無添加なだけではない、アルカリ性なんですよ。トッコってアルカリ性って何かっていうと、皆さんね美肌の湯と言われる温泉ほとんどがアルカリ性なんです。なんでかっていうと、アルカリ性の化粧品ってお肌を柔らかくする効果があるんですよ。潤っていれば妊娠線はできない、柔らかいお肌の方が妊娠線はできないっていうと、その2つが実は叶えられてしまうんですよね。これ1本でお友達から紹介してもらって有名なものも使ってみたんですが、もうトッコのピュアバリアローションが
妊娠性の予防にものすごく使い勝手がいいこと、それを重ねることでものすごくこういうオイルなんかも伸びがいいので、最終的なコストパフォーマンスがいいところに落ち着くんじゃないかなというふうに考えてます。妊娠性予防について商品についてもご説明させていただいたんですけれども、その他にも妊娠性ができないためにこういう風にしたらいいですよということ2つだけお伝えをしておきたいと思います。まずね、乾燥肌と硬い肌にできるということなので、そうならないためにも化粧品から潤いを補うことももちろん大事なんですけれども、妊娠中飲み物をたくさん飲んでくださいっていうのが結構出てきます。なんか羊水の分とかも水分すごく必要になるので、まあ、今まで以上に水分を補給することでお肌っていうのは結構ねやっぱり潤い保てるので、それもぜひね皆さんにしていただきたいなと。あと私が本当に病院で言われたのは、体重を一気に増やさないっていうことが、やっぱりお腹は出るにしてもバストとか太ももとかお尻っていうのは私たちが蓄える皮下脂肪でもあるので、まあ、その辺が一気に蓄えられすぎるとこう割れてきて妊娠性になってしまうそうなので、体重を一気に増やさないというのも妊娠性を作らないコツのようなので、まあ、妊娠性予防にはいいお化粧品を使ってきちんとしたケアをしてあげること、そして口からも潤いを、まあ、たくさん補ってあげること、体重をそんなに一気に増やさないという3つのことをね、ぜひ皆さんにも試していただきたいなと思います。今日は、私が実際に妊娠性のケアについて考えたこと、そして私が実際に愛用しているものをご紹介しました。化粧品を研究しているのである程度きちんとは調べていますが、まあ、あくまでもね私にとってということなので、ぜひね皆さんも妊娠して、あ、わからない、じゃあ妊娠性で書いてあるものがいいというわけじゃなくって、できれば妊娠線ってどういうところから来てるんだろう、どうしたらいいんだろう、じゃあどういうものを買った方がいいよねって考えてみていただくのもものすごくいい機会かなというふうに感じました。ぜひね皆さんに合ってるものを選んでいただきたいなと思います。この動画が少しでも参考になったなと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。